はい、皆さんこんにちは、ピカです。信長の野望大使やっていくよ。はい、北条とのね激戦ですけど、さあそれではやっていきましょう。死ぬわけにはいかねえからな。よし、取ったぜ。誰も来ない。すまねえな。これで兵糧ないから帰りますね。戻ろうか。お、剣心とか。よし、おお、剣心かっこよくなった。報告いたします。はい、これで秀吉のね本陣がねいつもなんか薄いんですよね。あいつちょっと城の場所変えねえといけないな。あ、北条より交渉。はい、なんだ。鉄砲戦講和。うん、まあ今は収めよう。報告いたします。先月の収支でございます。ご命令を。秀吉の場所どこだ。ちょっと配属。うん、ここ部署いないんだな。で、取った武将は亀山に全部行ってんのか。本庄亀山なんすよ。どこだ。こりゃひでえな、これ。本当にこんなの続くの。本気でこんなの続けんのが。そうともなしで。承知いたしました。いや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 、なんだこれ。地図の中心を本拠に移動します。知らねえよそんなもん。どうでもいいよ。武将がどこに。武将一覧ってどうやって見るんでしょうね。情報を閲覧します。はいはい、これか。自勢力の武将。はいはい、ここもまあこういうふうに動きはするけどもね、こういうふうに動きはするけど、四角をしたらどうなの。できた。ごめんなさい、光栄さん、できました。すいませんすいません、できました。せめて層と四角って書いてくださいよ。ほんと書いてくださいよ。それ武将の横に四角マーク出てるだけでわかんないっすよ。層とは四角って書いてくださいよ。はい、できました。オッケーオッケー。これみんなわからねえの俺だけなのか。ああ、できたできた。はいはいはい、こういう感じで相当すんのか。ということはだ、まあ、武将、統率秀吉どこだ。小山城か。はいはい、わかった。秀吉のね本体がねどこだ。どっかここら辺だと思うんだけど。え、どこだ。実はその城知らない。え、こっち側か。
あ、いた。ここだ。3000だもんな。こりゃ、こりゃダメだよ。そしたら秀吉はね、犬山に移動だ。犬山じゃない、長浜だ。ちょうど長浜秀吉じゃないか。配属。長浜。こっちだ。で、小山城。そうそうそう。これはどういうふうに見ればいいんだ？あ、そうだそう。これもこれでやればいいのか。オッケーオッケー。秀吉を移動させる。はいはいはい。本当、申し訳ないです。光栄さん。ねえ。長浜城、長野城。元康殿は岡崎城か。で、武勇。刑事も連れて行かないとね。待って。今なんか、選んじまった。ああ。信長選んじまった。これで総督。よし。忠勝、岡崎城。岡崎城から出ないな。刑事、はい。岡崎城から、忠勝たちも、ちょっと移動させようか。これで、よしと。移動。何？移動だぞ。OK。かしこまった。よし。で、岡崎城はどうなんだ？まあ、2600しかいないもんな。こりゃ、出陣できんわな。こっちは誰いるの？松ヶ島城と鳥羽城に、まあ、ここら辺あたりは兵多いけど、ここら辺やっぱり兵少ないからね、岡崎城のやつらをこっちに持っていこう。移動先、岡崎城所属、岡崎城 OK で、岡崎城で、はい、はい、はい。よし、これぐらい持っていけ。はい。かしこまりました。そうでいいよ。で、松ヶ島城にも、持っていこう。ここ、まあ良いか、これでいいか。しけ。報告いたします。さあ、夏は治水だぜ。もうここら辺、はい、35、はい、かしこまった。はいはい。あれ、できない。かしこまった。はいはい。はは。
こら辺はもうバッタバタだから。かしこまった。北条の大軍をどうやって攻めるじゃなくて防げばいいんだろう。攻めるしかないよね。多分ね。かしこまった。いや治水全体的にやっぱバッタバタだ。かしこまった。もう3年ぐらいかかりそうだこれ。かしこまった。四国の方もバッタバタだからここはいいか。55、38。かしこまった。かしこまった。あと5つは四国の四国で。かしこまった。かしこまった。よし。志果たせぬ。高祖壁殿お疲れ様でござった。報告いたします。これより表情を行う。これはどうしようかな。まあポイントでいきましょう。またね。面白い。ポイントで、はいはいはい、面白い。これで表情を終える。剣心もまた俺の方狙ってるそうです。ああご苦労様でござった。報告いたします。これで進出できるところはここは承知いたしました。この赤字のとこがねできないみたい。雨本と武田に独占されてしまってる。ここはできそうだと。赤字のとこできないんだよね。ない。報告いたします。先月の収支でございます。よし、兵糧入ってきたぜ。兵糧入ってきちゃったぜ。うわ強なりそうだ。またここら辺はまだちょっとダメージあるけど、うわうわいやだいやだ。いやこりゃひでえな。上はどうだ。南部押してくれんかな。押してくれんかな南部。いや南部も押せそうもねえなこれだけなら。やっぱ俺がやるしかねえな。逆にこう取られていくよねこれね。厳しいな。一条でもいいから取っといた方が良さそうだ。どうすっかな。
9月。あ、労役免除ね。労役免除しない。全部治水に回す。どうすっかな。やっと、やるしかないっしょ。そしたら宣戦布告でここ取るか。ここか、ここ、ここだね。はい、違うぞ。これか。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。どこだ、ここだよね。上限10万でひってえなー。8万も集まんのか。いやー、ひってえ。こっちだとどうなる、どこで戦なる。こっち上限13000、こっちどこで行くとなる。ここでか。ここじゃない、ここだとここが罰になるから、ここだよね。こうだと80日、これ63日で8万集まるんだろう。この戦の場所がちょっと見にくい。どこ、バッテンどこ、全然わかんねえ。よし、とりあえずこれでいくか。ここの式がちょっと危ういけどね。こことね。なんでそんな低いの。しよう。ちょ待て。中っ、病には勝てぬ。ご苦労さまでござった。ちょ待て。いたします。これより表情を行う。はい、舞台移動速度。なんで元康とか出てこないの。これで表情を終える。行こうか。ここ上限、これやっべえわ。
ひどすぎる。ここで、ここに行こうか。なんか、あの城ちょっとやばそうだ。進むのだ！そんな方で集結すんのか。報告いたします。待機せよ。これでだ。ちょ待て。本当に信玄止めてくれ。我が領内に敵が迫っております。かしこまった。いやー、ひで。いやー、こりゃ数多くて勝てねえなー。別動隊で信長出してみっか。進め。もう兵糧ボロボロになりそうだけど、とりあえず元近の軍、そこで氏康迎え撃ちたいんですよ。誘い出さなければいけない。ご命令を。何もねえや。ひゃー、ひで。報告いたします。これより表情を行う。これで表情を終える。策がございます。あ、家臣の寿命伸びる。できた。よし、やる。ちょ待って。何今何したの。わけわからん。いやー、氏康来ねえなー。手を打とう。ここでだと上限10万でボッコボコにされるからね。とりあえず早く行ってくれ。早く行ってくれ。報告いたします。一人たりとも逃すな。
本陣は590か。わしにお任せください。お任せください。全軍突撃行ってみっか。お任せください。本陣うまいこと取れねえが。行け。行くぞ。敵の居場所が知れましたな。姿を見せた。くっ、向かったか。やりたい。前へ。あいつらも全軍突撃か。この一撃、すべてをかける。ここです。好機は今ぞ。やりたい。前へ。切り込め。本陣捕まえてくれ。500いくつだぜ。あいつか。切り込んでくれ。引っかかったな。愚か者には死あるのみ。やりたい。前へ。放て。巻き込め巻き込め。敵を制すは我が軍略よ。今は引こう。本陣巻き込め。こいつだろ、こいつだろ。前へ。違うか。放て。くっそ、こいつか。僕の手じゃ、見せてやる。掴んだ勝機、逃しはせぬ。やりたい。前へ。矢を放て。よし、これでだ。なんすな。いい。お前ら全員こいつ行け。始めよう。我が策、これに。いい。始めよう。で、君、これに。始めよう。後ろつけ。参るぞ。殿は槍か。行け。行け。その首もらい受ける。その首、この手でいただくとしよう。今は引くぞ。やりたい。前へ。敵の居場所が知れましたな。攻め込むぞ。今は引く。絶対に逃がすな。アップじゃ。こいつか。覚悟せよ。よし、お前じゃない、お前じゃない。選びにくいなこれ。なんで吉本選ぶみたいのに、なんで信長行くの。ピーンって。なんだこれ。ダメだ、これで選ぶしかねえや。吉本じゃねえか。絶対逃がすな。待て、ここで止まったらダメだぞ。こう言ってだ。こういうふうに進む。始めよう。で、我が策、これに。こう。始めよう。だな。うん、これでいいな。
よし、行け。そいつ逃がすな。格の差、思い知るがよい。敵の居場所が知れましたな。今は引くぞ。待ち返すぞ。よっしゃ、勝った。矢を放て。攻め、勝ち、奪う。それが信長の戦い。兵糧ゼロだけど、こういう風にでもしないと城取れん。秋か春かくっそ。報告いたします。ご命令を。行け。ここで果てるわけには。よし、かたじけない。これで全軍引きたいけど、まあ全軍引きたいけどだ。こいつどこ行くの。やばいな、なんかこっち行きそうだ。講和だ。よし、これで全軍引け。戻ろうぞ。戻るぞ。あ、南部宇治康攻めた。無謀だろ。まだ、まあでも買ってくれ、頼む。宇治康ほんと何とかせんとダメだこれ。報告いたします。これより表情を行う。まあポイントで、どれに。これで表情を終える。これやっとこう。よし、あとは何もないね。一緒だろ。報告いたします。5月何もない。無理だろ、買ってくれ。勝つ。あー、負けてる。ダメだ。こいつなんとかして。滅亡だこんなもん。なんとかしてくれ。やべえな。とにかく北条とあの面積が全然違う。ここら辺のあの今言いたいことは、ここら辺でしかあの勝ち合うのに間に合う、勝ち合うのに間に合うためにはここら辺から兵出すしかないんですよ。遠くから兵出すともう侵略されちゃうんで、こっちまで来ちゃうんで、とにかくこの細い面積では何もできない。だから北条を削るか、まあ、もしくはこう武田やった方がいいかもしんない。武田の面積をこれ取って
工場のこの面積と同じようなあのボリュームでぶつかった方がいいかもしんない。まあ長尾と講和結び続けてね。とにかくもう難しいなこれ。どうにもできんな。難しいところだ。長尾を抑えてもらいたいのもあるから本当に難しい。まあとにかく治水しよう。ここら辺がもうボロボロだから。かしこまった、かしこまった、ははっ、はは、かしこまった。いやお前草刈りなんかすんな、ははこれ何命令した、これ命令した、で、あと12か。ははっ、ははっ、やべえなぁ。ははっ、ははっ、かしこまった。よし、四国だ。これなんか一斉選択みたいのできないんですかね。かしこまった。なんか一個一個選ぶのも面倒だぞ、これだけ白多いと。これで何もできんと。あ、また来た。敵が我が領内に向かっております。これだから信玄攻めれないんですよね。第一の理由は影虎をとにかく抑えてほしい。え、あ、承諾ね。 OK、 影虎をとにかく抑えてほしい。報告いたします。これより表情を行う。これで表情を終える。報告いたします。報告いたします。よし、ご命令を。まあ一条取れて、で10万ね。ここ上限10万だから氏康なんかね、ここで集めるね、兵ね。なんか10万だから10万いけるまでもう1年ぐらいか、粘るしかないな。今何？あ、労役免除ね。労役免除しない。
お、剣心、行ったれ行ったれ。ほんと行けよ、ほんと、信玄。報告いたします。これより表情を行う。ま、ポイントで行こうか。気に入った。これで表情を終える。とりあえず兵回復してほしいな。早く報告いたします。あ、南部と北条攻め込まれてるのか。やばめちゃくちゃやばい。全軍できちゃうよ、あんなもん。いやー、どうもできんか。もう武田行け。ひってえな、しかし。報告いたします。ご命令を。12月は土作りだっけ、小屋島木だっけ。かしこまった。よし。また来た。また来た。嫌だ嫌だこいつ。敵が我が領内に向かっております。来んな来んな。こわこわ。いやー、北条また大将軍になっちゃったよ。はいはい。報告いたします。これより表情を行う。気に入った。ポイント、あ、ポイントあんまいいの、いいのいねえな。17か。これで表情を終える。よし、かたじけない。やべえ、めちゃくちゃだなこれ。うわ、もう南部滅びちゃうね。いやー、どうなるだろう。防げっかな、北条防げっかな。滅亡か信長。滅亡かもしれないっすわ。報告いたします。どうもできん。細かい戦でね、ほんとね、なんか
もう、これねえだろ、言うのがね、多々あったからね。ああいうのさえしっかりと、買っていければ、まあ、こんなことにはならなかったと思うんですけどもね。まあ、どうにもできんかもしれん、これ。なだれ込んでこられて終わりだな。これ、剣心も今のところ互角なってんのか？信玄と。信玄結構連勝してるけど。今2月か。いたします。ご命令を。もうすぐ滅びちゃうね、南部ね。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。